里帰り出産で娘が帰ってくるから出て行け。ミノルが鼻の穴を大きく広げ声を荒げたのは、私が仕事で帰りが遅くなり、そのせいで夕飯を作るのが遅れてしまった日だった。最近わがまますぎるとは思っていたが、出て行けとは何事だ。それに娘が帰ってくるなんて私は聞いていない。出て行けってどうしてよ。ちょっと帰りが遅くなったぐらいでそこまで言うの？ミノルがどうしてそこまで私に怒っているのか理解ができない。定年退職を迎えてずっと家にいるミノルに対し、私は一日中外で働いている。この家の生活費を捻出できているのは、私が働いているおかげだと言っても過言ではない。それなのに、ミノルの鬱陶しそうな態度に嫌気がさしてきた。お前がいるとイライラするんだよ。もう二度と帰ってくんな。俺は娘と孫と楽しく暮らすからな。ミノルの言葉に、私はとうとう堪忍袋の尾が切れた。上等じゃない。そこまで言うなら出て行ってあげるわよ。私の名前は高橋しおり、60歳。夫のミノルと二人で暮らしている。10年前に開業したカフェを経営しながら、家の仕事もこなしている。ミノルは今年65歳で定年退職を迎えた。そのため、昼間は家でテレビを見たり、競馬の情報を集めたりして、のんびり過ごしているようだ。最初は長年仕事を頑張ってきたミノルに、ゆっくり休んでほしいという気持ちも湧いていたが、最近はあまりにも家のことを何もしてくれないので、どうかと思っている。だがミノルの悪いところはそれだけじゃない。家事を全くしないにもかかわらず、私が少しでも家の中でゆっくり過ごしていると怒り出すのだ。俺は長いことサラリーマンとして働いて、人の下で頑張ってきたんだ。お前はいいよな。趣味でカフェをやっているだけだもんな。サラリーマンの苦労を知らないんだから、家の中でぐらい人のために働けよ。それがミノルの口癖だ。現役時代、よっぽど上司から理不尽な仕事を強いられてきたのだろう。鬱憤が溜まっていたのはよくわかる。だが私に、人のために働け、なんて偉そうに言うのは、お門違いではないか。それに、私は趣味程度でカフェを経営しているわけではない。私の作る料理でお客さんを笑顔にしたいという強い信念を持って経営している。従業員を雇うのだって、並大抵の覚悟ではできない。他人の人生を背負っているのだ。それを趣味だなんだと言われたくはなかった。ミノルが常に自分のことしか考えず、私に対して高圧的な態度をとってくることに、私は日々イライラさせられていた。そんなもやもやとした日々を送っていたのだが、最近より一層ミノルの態度はひどくなっていく一方だ。カフェのオーナーである私は、従業員が欠員の日は仕事に出ずっぱりになるという生活を送っていた。従業員はアルバイトやパートしかおらず、シフトは希望制だった。だからシフトが埋まらない日も往々にしてあったのだ。だがそんな時でもミノルは家のことをしようとしてくれなかった。ある日曜日、従業員の一人から、しおりさんたまには休んでください、と言われ、お言葉に甘えて休むことにした。リビングで読書をしていると、競馬の雑誌を読んでいたミノルが、怖い顔で私に言い放った。おい、もう12時だぞ。そんな耳っちい本なんか読んでないで、早く昼ご飯作ってくれ。読書に没頭していた私は、すでにお昼の時間になっていることに気がつかなかった。
だが、だからと言って怒らなくてもいいだろう。だいたい少し前に声をかけるとか、代わりに何か用意するとか、ミノルにできることだってあるはず。いろいろと言いたいことはあったが、文句を言っても言い返されるのは分かりきっていた。私はため息をついて答えた。ごめんなさい。つい忘れてたわ。何がいいかしら。何でもいいからとっとと作ってくれ。もう腹ペコなんだ。私はミノルに催促されるがままにカレーライスを作って出した。あいにく牛肉がなかったのでポークカレーにした。遅くなってごめんなさい。は、カレーだけ。スープとかサラダとかはねえのかよ。しかもポークカレーなんて最悪だな。おい、作り直せ。ミノルはせっかく作ったカレーを前にして大きく顔を歪めた。まさかこんな心ないことを言われるとは思ってもみなかった私の方が顔をしかめたくなる。え、でも牛肉はないし、付け合わせ作ると時間がかかると思って。ないなら買ってこいよ。しっしとハエでも追い払うかのように私に指図をするミノル。これじゃあんまりだ。でもここで口論したところで、より一層怒られるのは目に見えていた。結局私は急いで牛肉を買いに出かけた。こんなことなら豚肉がメインの料理にすればよかった、と後悔するも、その時はその時で、またイチャモンをつけられるのだろうと思うとため息が漏れた。牛肉で作り直したカレーを再度ミノルに差し出すと、ミノルはお礼も言わず無言で競馬雑誌を見ながらカレーを食べ出した。いつからこんな冷え切った夫婦生活になってしまったんだろう。私が仕事で忙しくしている間に、ミノルはこれほどまでに思いやりのない人間になってしまった。私はこの先の夫婦二人の生活が思いやられるのだった。ミノルのだらしないところは家事をせずに私に命令をすることだけじゃなかった。ミノルは女関係にもだらしがなかった。私はミノルがしょっちゅうキャバクラに行っていることを知っていた。昔一度、どうしてそんなところに行くの?と彼を責めたことがある。しかしその時もミノルは一言。俺の趣味にケチつけるつもりか。お前だって趣味でカフェやってんだろ。それと一緒さ。とわけのわからない理論で言い返してきた。こんな言い訳。誰が納得するのだと思ったのは言うまでもないか。いくら注意しても、ミノルはキャバクラに行くのをやめようとしなかった。定年退職を迎えてからは、自由な時間が増えたため、より一層遊びに出かけることは多くなった。友人に相談すると、そんな旦那さん早く別れたら?と当然のようにアドバイスをされた。そりゃそうだ。そうなのだけれど、私は今一歩離婚に踏み出すことができなかった。私はミノルと35歳の時に結婚をしたのだが、はっきり言って結婚できたのが奇跡だと思っていた。私は自分の容姿に自信がなくて、家柄も決して良い方とは言えない。実家は貧乏で、このまま一生独身で寂しい暮らしをするのだと思っていたから、ミノルと結婚できたことがとても嬉しかったのだ。それにミノルも昔はここまで亭主関白ではなかった。私がミノルに尽くしたのがいけなかったのだ。すっかり思い上がったミノルは、この年になってわがまま親父になってしまったというわけだ。そういう経緯で私は非常識な夫でもいないよりはマシだと思うようにしてきた。それに、ミノルももう少し年を重ねたら穏やかになるのではないかと勝手に予想していた。昔のミノルがそうだったように、おじいさんになれば
心も落ち着いてくると期待していたのだ。今日は競馬に行ってくる。ある土曜日、ミノルは鼻歌を歌いながら競馬へと出かけていった。競馬に行くときはいつも上機嫌だ。私はその日仕事だったが、ミノルの機嫌が少しでも良くなるのなら、競馬でも何でも行ってほしかった。自分のお小遣いの範囲で馬券を買うのであれば、私には何の被害もないのだし。いってらっしゃい。今日は私、多分遅くなるわ。はいはい。競馬のことしか考えていないミノルは、すでに私の言葉など、ほとんど聞いていない様子で家を出て行った。私はいつものように仕事に出かけていく。雲一つない空を見ると、今日も忙しくなりそうだと気合が入るのだった。ただいま。仕事が終わったのは午後10時だった。明日は日曜日ということで、仕込み作業などが終わらず遅くなってしまった。こういう日はミノルは自分で晩ご飯を買って食べるのだが、その日は違った。おい、何時だと思ってる？遅くなるって言ったじゃない。ごめんなさいね。そんなの聞いてないぞ。俺の飯はどうするんだ？ご飯買ってきてないの？うっせえ、買うわけないだろ。怖い顔をしたミノルを見て、私はすべてを察した。実は競馬で負けて、有金を使い果たしたのだ。だからご飯を買うお金すらなかった。きっとそんなところだろう。私はため息をつきながら、その場で料理を始める。仕事で疲れていたので、簡単なものしか作れなかったが、よっぽどお腹が空いていたのか、ミノルは怖い顔をしたままご飯をかき込んでいた。そんなミノルとの冷え切った夫婦生活にも、ついに転機が訪れた。里帰り出産で娘が帰ってくるから、出て行け。ミノルが鼻の穴を大きく広げ、声を荒げたのは、私が仕事で帰りが遅くなり、そのせいで夕飯を作るのが遅れてしまった日だった。最近わがまますぎるとは思っていたが、出て行けとは何事だ。それに娘が帰ってくるなんて私は聞いていない。私とミノルには、めぐみという一人娘がいる。めぐみは今年30歳だが、2年前に結婚をして家を出て行った。実は娘とは言うが、私とは血がつながっていない。ミノルの連れ子なのだ。だが私は自分の娘も同然にめぐみを育ててきた。めぐみと家族になったのは、めぐみが5歳の時で、信頼関係を築くのにかなり苦労した。根気強くめぐみに話しかけ、欲しいものを与え、時には喧嘩をする中で、めぐみは私のことを実母のように接してくれるようになった。結婚して寂しくはあるが、めぐみが幸せならそれでいいと思っていた。そんなめぐみから妊娠したと連絡を受けたのは7ヶ月ほど前のことだ。私はもちろん嬉しかったし、ミノルの方も頬を上気させて喜んでいた。孫の顔を見るのが楽しみだと浮かれていたところを見ると、ミノルにもこんな可愛いところがあるのかと心が和んだほどだ。そんな恵みが里帰り出産で帰ってくる？どうしてミノルがそんなことを知っていて、私は知らないのだろう。そもそも恵みが里帰りをするなんて聞いていない。てっきり家の近くの病院で産むのだと思っていた。里帰り出産だなんて私は聞いてないわよ。そりゃお前は信用されていないから言わなかったんだろう。私のことを馬鹿にするように鼻で笑うミノル。確かに恵みとは血がつながっていないから、本当の意味で信用されているのかどうかは本人に聞いてみなければわからない。だが里帰り出産をすることを私に言わないなんてことがあるのだろうか。それとも
ミノルが嘘をついているのだろうか。ミノルに問いただしたい気持ちになったが、それ以上に出て行けと言われたことが尺に触っていた。出て行けってどうしてよ。ちょっと帰りが遅くなったぐらいでそこまで言うの？ミノルがどうしてそこまで私に怒っているのか理解ができない。定年退職を迎えてずっと家にいるミノルに対し、私は一日中外で働いている。この家の生活費を捻出できているのは、私が働いているおかげだと言っても過言ではない。たまに夕飯を作るのが遅くなることはあるが、それはすべて仕事から帰ってくるのが遅くなることが原因だった。遅れても夕飯はきちんと作って出している。それなのに、ミノルの鬱陶しそうな態度に嫌気がさしてきた。お前がいるとイライラするんだよ。もう二度と帰ってくんな。俺には別の女だっているし、娘と孫と楽しく暮らすからな。ミノルの言葉に、私はとうとう堪忍袋の尾が切れた。月18万円のローンを払っているのは私なのに、私が出て行ったらどうなるか分かっていないのだろう。上等じゃない。そこまで言うなら出て行ってあげるわよ。ミノルの私を蔑むような言葉にカチンときた私は、自分の部屋に戻り、大きなキャリーバッグを引っ張り出した。そこに必要最低限の洋服や化粧品などを詰めていく。私物が全部入るわけではないので、ある程度妥協する必要があった。お金や通帳、印鑑など大切なものはもちろんきちんとカバンに収めている。なんとかパッキングが終わり、私は玄関までやってきた。おいおい、どうしたんだ？そんな大きな荷物持って。あなたが出て行けと言ったので出て行きます。そうか、そりゃよかったぜ。もうお前の顔を見なくて済むと思うとせいせいするな。一人では炊事洗濯何もできないくせに、こんな時だけ楽しそうにしているミノルに嫌悪感を覚えた。めぐみの世話はきちんと見てくださいよ。当たり前だろ。可愛い孫が生まれるんだからな。毎日うまい飯を食わせてやるよ。ミノルのどこにうまい飯を食わせてやれるような料理技術があるのだろうか。もしかして毎晩外食する気？そんなことをすればお金がいくらあったって足りないだろう。いくら年金をいただいているとはいえ、毎日外食では年金もすぐに底をつけてしまうと容易に予想できた。だが、ミノルはお金のことなど全然気にしていない様子で嫌な笑みを浮かべている。私は早くこの男の元から離れたくて、それじゃと言って家を出た。せいぜい頑張って娘の世話をすればいい。きっとすぐに音を上げるに決まってるんだから。自宅を後にした私は、まずその日に泊まる宿を探した。格安のビジネスホテルがあったので、ひとまずホテルに滞在することになった。だが、さすがに何日もホテルに泊まるわけにはいかない。それこそ私の方が破産してしまうだろう。私は独身の旧友に電話をかけて、しばらくの間泊めてもらえないかと交渉した。ずうずうしいお願いだということは分かっていたので、家のことはすべてやるし、ご飯も作ってあげる、と条件をつけると、心よく受け入れてくれた。明日から泊まっていいというので、持つべきものは友達だと感激した。ホテルにチェックインした私は、明日の作戦を練った。単に家を出ていくだけでも、家事のできないミノルは、困り果てるだろうと予想できたが、これだけでは私の腹の虫は収まらない。これまで自分は、怠惰な生活を送り、私に家事のすべてを押し付け、雨津さえ暴言を浴びせてきたことを後悔させてやりたかった。翌日、私はとある用事を済ませ、友人宅に向かった。
友人とは久しぶりの再会で、私と会えたことを喜んでくれた。私もしばらく厄介になると頭を下げて、家にお邪魔をした。それにしても、家を追い出されるなんてしおりらしくないわ。ええ、そうね。でもどちらかというと、半分は自分から出てきたのよ。もうあの人と一緒にいるのはコリゴリなの。あら、それじゃあ離婚でもするつもり？それも考えてる。私は友人が出してくれたお茶を飲みながら、結婚生活を振り返っていた。偶然私が自宅から追い出される形になったが、遅かれ早かれ、ミノルとの生活は破綻していたに違いない。ミノルがサラリーマンだった頃は良かった。定年退職してから、まさかここまで落ちぶれてしまうなんて思ってもみなかったのだ。そりゃ誰だって、長年苦労してきたのだから、定年後に休みたいという気持ちはある。でもだからといって、妻に当たり散らしていいわけではないだろう。ミノルの態度が私の心を冷やしていったのだ。その後、私は友人から案内された部屋に荷物を置き、布団を敷いた。今日はゆっくりしてもいいという友人からの好意で、私は布団の上に寝転がった。この二日間でいろんなことが起こりすぎていた。いつまでもこの家にいることはできないので、引っ越し先を探す必要もあったのだが、ひとまずこの日は早い時間に休ませてもらうことにした。目が覚めると、いつもとは違う部屋の風景に、頭がぼんやりとしていて、理解が追いつかない。そうだ、私は友人宅にいるのだ。今日から家探しをしなければならないと、やることが頭に浮かんだ。幸い今日はお店が定休日だったので、一日中家探しに没頭することができた。友人は働きに出かけているので、私は一人で近くの不動産屋さんを訪れた。私が予算を伝えると、不動産会社のスタッフがいくらか候補を出してくれた。一人で暮らすのだから、あまり大きな家はいらないと思い、2DK の賃貸マンションを選んだ。内見もそこそこに済ませ、その場で契約して、来月から住めることになった。すべてが順調だ。ミノルに家を追い出されてからどうなるかと思っていたが、杞憂だったらしい。その日の夜、仕事から帰ってきた友人に家を契約したことを話し、二人でお酒を飲んだ。友達と楽しくお酒を飲んだのはいつぶりだろう。私はすっかり新しい生活に希望を抱いていた。もしかしたらこのまま何事もなく月日が過ぎていくのかもしれないと、錯覚しそうになったが、友人宅にお邪魔して1ヶ月、仕事中の私のもとに電話がかかってきた。着信は予想通り、ミノルだった。仕事中だったので、その時は電話を取らず、2時間後、仕事が終わってから、閉店後の店内でミノルに電話をかけ直した。もしもし、何か用かしら？あくまで他人を装ってそう言うと、電話の向こうで、おいと怒鳴りつける声が聞こえた。思わず携帯を耳から少し離す。なんで電話に出なかったんだよ！仕方ないじゃない、仕事中だったの。それにこうしてかけ直しているんだからいいでしょ。ミノルはちっと舌を鳴らした。私が息を潜めて次の言葉を待っていると、その後すぐに、おどおどとした声色になった。それよりな、これは、どういうことなんだ？ローンって、お前が払ってるんじゃなかった？ローン？何のことかしら？私は何もわからないふりを装って答えた。住宅ローンだよ！振り込まれてないって銀行から電話があったんだよ！どういうことだ？わなわなと震える声で、ミノルが現状を訴える。私は心の中で笑いがこみ上げてきた。実は家を出た翌日に家の名義を
私からミノルへと変更していたのだ。もともと私の方が稼ぎがあったので、私の名義で買ったものだったが、家を出たのだからもう私のものではない。これから家に住むのはミノル一人なのだからと当然の施しをしたまでだ。住宅ローンに関しても名義を変更したので、支払われていなければミノルに連絡が行くのは当然のことだ。これまで私がコツコツ稼いだお金でローンを払っていたことをミノルは知っていたようだが、その重みを考えていなかったのだ。だから突然降りかかってきたローンの支払い義務に慌てている様子だった。家もローンももう私のものではないわ。あなたのものよ。だからあなたがお金を払うのは当然のことでしょ。なんでだよ。お前の名義で買ったんだからお前が払うべきだ。残念。もう名義は変更してあるの。え？ミノルが驚いて声を上げる。私はこれまでの恨みをぶつける時が来たのだと察知した。それとも何？あなたもしかしてローンを払うこともできないの？あれだけ家から出て行けって私を追い払ったのに。めぐみに美味しいご飯を食べさせてあげるって豪語していたのに。ああ、そうか。もしかして競馬でお金がなくなっちゃったのね。それはかわいそうに。何を言ってるんだ。俺は無駄遣いなんかしていない。年金が安すぎるんだよ。それにめぐみはもう出てった。慌てて私の言葉を否定するミノルが、電話越しに聞いていても痛々しかった。無駄遣いをしていないというのは嘘だ。そもそも馬券を買うのだってお小遣いでは飽き足りず、夫婦共用の貯金に手をつけていたことも知っている。だからミノルにローンの支払い能力がないことは分かっていた。年金が安いというか、サラリーマンだったミノルは厚生年金も国民年金も両方もらっているはずだ。ローンが18万円もなければ普通に暮らせる額なのにな、と他人事のように思う。あなたが貯金をすべて趣味に使ってしまったのは知っているのよ。いいわね。毎日趣味に没頭できて。何もしなくても毎日3食ご飯が出てくるし、洗濯もゴミ捨ても掃除も私がやっていたから楽だったでしょ。ああ、そうなんだ。俺にはしおりが必要なんだよ。しおりがいないと俺は生きていけない。だから戻ってきてくれ。今度は懇願するような口調で戻ってきてくれとお願いするミノル。保身のためならガラリと態度を変えてしまうミノルに呆れを通り越して恥ずかしくなってきた。私はあなたとは生きていけないの。散々こき使われてもう二度と帰ってくるなって言われた私がのこのこ戻ると思う？あなた今いくつよ。いい年したおじさん、いやおじいさんでしょ。自分のことぐらい自分でやりなさいよ。そんな覚悟もないくせに私を追い出すほど頭が悪いなんて思わなかった。もう二度と電話かけてこないでちょうだい。私たち離婚よ。ローンだってあなたが全部返すのよ。娘と孫と楽しく余生でも送りなさい。じゃあね。私はミノルが待ってという声を遮って電話をぶち切った。すぐにまたミノルから電話がかかってきたものの、その場で着信拒否にしてやった。ようやく静かになった携帯を見て、どっと疲れが押し寄せてきた。人に怒るなんていつぶりかしら。全く性に合わないわ。これまでミノルを強く怒らなかったのも、そもそも自分が人に怒るのが苦手だという理由からだった。こんなこともう二度としたくない。夫も娘も失ってしまったことになるが、これ以上ミノルと夫婦でいるのは辛かった。電話事件から数日後、どこで知ったのか私の家にミノルから手紙が送られてきた。内容は反省しているので、離婚はやめてほしい、帰ってきてほしいというものだった。私は返事を書かずに、離婚届だけ封筒に入れて彼に送りつけた。
ミノルはなかなか離婚をしようとしなかったが、私が手紙の内容に全く応じないのに観念したのか、一ヶ月後に離婚届を提出しに行ったようだ。私たちは晴れて別の人生を歩み始めることができたのだ。それからしばらくしてまた私の携帯に電話がかかってきた。ミノルの携帯は着信拒否をしたので、誰だろうと不思議に思いながら画面を見ると、めぐみだった。もしもし、めぐみ？あ、お母さん、久しぶり。電話に出ためぐみは高い声で興奮気味だった。どうしたの？今朝赤ちゃんが生まれたの、女の子。まあ、おめでとう。ありがとう。無事に赤ちゃんが生まれたという報告を受けて、私は飛び上がりそうなほど嬉しかった。先月うちに来たんでしょ？ごめんね、不在にしてて。ううん、私お母さんに会いたくてサプライズのつもりで一日帰省しようと思って行ったのよ。そしたらお父さんしかいないし、里帰り出産だなんて勘違いしてるし、お母さんはどうしたのって聞いたら出て行ったって言ってたわ。お父さんが追い出したんだって分かったからすぐに私も帰っちゃった。めぐみは私が家を出て行った後に起きたことを話してくれた。そうだったのか、サプライズで一日家に帰ろうと思って。だから私に連絡がなかったのだ。それなのにミノルがおかしな方向に話を持っていくから勘違いしてしまった。私はめぐみにミノルと離婚したことを話した。めぐみはふーんと意外にもあっさりと受け取った。遅かれ早かれそうなるんじゃないかって思ってた。お父さんはお母さんのことをこき使いすぎだったからどうかと思ってたの。お母さん、お疲れ様。めぐみはずっと私の味方だった。そう思うとほっとすると同時に、この子を心から愛してよかったと思えた。それから私はめぐみのもとを訪ね、孫の顔を見に行った。女の子の初孫が可愛くて、小さな手足もたまらなく愛しかった。抱っこをすると、こんなにか弱い存在なのかと実感する。私は赤ちゃんを育てたことがないから、孫を見ると幸せな気持ちでいっぱいになった。定期的にめぐみに会いに行っているが、旦那さんも心よく受け入れてくれている。こんなに幸せな日々が訪れるなんて思ってもみなかった。ミノルがめぐみの家に来ている様子はないので、よっぽど私との離婚が答えたのかもしれない。でも構うものか。今頃一人暮らしで身の回りのことができなくて絶望していることだろ。ローンと生活費を賄うのは年金だけでは苦しいので、働きに出ているかもしれない。ミノルが転落していく様が目に浮かんだが、もう私には関係のないことだった。めぐみが私の子でよかったわ。私もよ。お母さんと結婚したことだけはお父さんに感謝してる。私は娘と顔を合わせて笑い合う。その時、孫も一瞬、にやりと笑ったような気がした。